はーい、皆さんこんにちは、のべんです。信長の野望大使、やってみましょう。さあ、前回はこちら。足利家が私たちに包囲網を仕掛けてきました。で、現在、足利家、鈴木家、浦上家、そして本願寺家、そしてこちら、大内家だね、の五勢力と戦っています。さあ、では引き続き頑張っていきましょう。よーし、やってみまーす。さあ、今川家と同盟が切れてしまったので、再度締結するよう交渉を仕掛けております。で、今度はこちら。じゃあ、長尾家。長尾家と婚姻締結しましょうか。じゃあね、そうやな。じゃあ、こちらからは、旗の長ちゃんを出そう。婚姻武将は、あー、長尾影虎か。じゃあ、お願いします。いやー、すごい。すごいぞ、この組み合わせは。行きましょう。さあ、そして、四季なさとも我らの勝ちはいけません。行きましょう。オーケー、ナイス。で、あ、石山小坊を披露攻めで落としました。了解。あ、で、被っちゃったね。あの、喋るのが被っちゃってるわ。オーケー、石山小坊を攻め落としたぞ。ナイス。で、捕獲したのはこの方。はい、投与して。で、この人は逃がしてあげる。で、あーと清水城も落ちました。ナイス。さあ、大内家もすぐに落ちるぞ、これ。さあ、小倉城、はい。で、久秀はですね、そやなー、じゃあこっちか。うん、大丈夫そうだな。オッケー、行こう。さあ行きましょう。さあ、まずはで、ここ不思議なさと我らの勝ちはいりません。行きましょう。オーケー、いけー。さあ、包囲網を仕掛けたことを後悔させてやる。さあ、で、シキナサートもオッケー。素晴らしい。やばい、フィーバーしてる。やばいよ、これは。オーケー。さあ、で、岡山城。で、あとは、まあ、本願寺家も落とせそうやな。で、ここ、竜造寺家と大友家。これは、大友家勝つか、ナイス。さあ、で、西華城を到着。最下城は、強行46日、ほい。で、早い、小倉城戻した。はえぇ、さあ、大内吉永、もうちょっと根性見せてほしいな。行くとしようか。はい。さあ。で、今川家と同盟締結完了。で、今もトゥルーはない。大正寺城本丸落とした。ナイス。さあ、本願寺家も落ちそうやな。で、はい、この方投与して、で、この方は逃がしてあげる。いやー、土井さん400人で頑張ってたか。お疲れ様でした。ナイス。よーし。我が覚悟。さあ、よしてる。猛攻号令。さすがに合唱のご内緒じゃないか。で、ここだな。さあ、勝敗がいかにこうか、采配次第でしょう。わかりました。行きましょう。さあ、将軍家潰すぞ。はい、川島の戦いっていうものかな。高速で近いやつ VS 足利義輝。で、向こう国中将兵があるか。まずい。やっぱ持ってるか。さあ、そして、向こうの部隊が7000人に増えたか。で、お互いの部隊はどんな感じですかね。いや、これ、義輝だけが手強いね。他はまあ、まあ、簡単に倒せるでしょう。行きましょう。はい、海戦川島の戦い。行きましょう。今回私はうずめび陣で、向こうが砦陣のドラ台か。さあ、まずは罠にかかるようにこちらに誘い込んでみましょう。あれは来るか。で、どうでしょうね。まあ、私たちも兵数的には厳しいからな。まあ、これは互角の戦いと言っていいでしょう。じゃあ、とりあえず、じゃあ、魚で持ってるんで、呼んできてもらおうか。始めるぞ。はい。さあ、まず、どう動く。さあ、で、鉄砲隊もいるんで、さあ、撃っていきたいですね。ご命令ください。ゲチを、始めるぞ。さあ、どうする。さあ、こいや。敵の居所、知れましたか。さあ、罠かかるか。敵の居所、知れましたな。始めるぞ。待て。で、おそらく大将はこの辺だな。うわ、罠回避してきよった。くっそー。なぜだ。我らが力、
示すは今だ。始めるぞ。罠かかるか。今だ。いや絶妙にかからない。やりたい。あー来てくるし。なんだと。ゲチオ。まずいまずいまずい。始めるぞ。ちょっと助けてあげよう。はい。ゲチオ。くっそー。魚で失敗。で、ウズメビ1個食らった。ナイス。ご命令ください。あーもう。なんでウズメビを回避できるんだ。ご命令ください。ご命令ください。やりたい。前。で、こっちだな。この辺、この辺、この辺。覚悟しろ。で、近いやつ待て。覚悟しろ。さあ、が後期。で、音一発、そこかー。前。待て待て。で、ヨステルいた。ここはリンセン。はい。リンセン。掴んだ勝機。リンセン。はい。逃しはせん。ボケるカップ。で、こっち鉄砲。覚悟しろ。やりたい。こっちだな。はい。前。くっそー、準備かかんねえよ。命令ください。はい。始めるぞ。やりたい。で、引き離されたか。まずい。これまずいよ。この辺や。はい、始めるぞ。やりたい。で、こっち助けてやる。始めるぞ。で、こっちやな。立ちのめせ。で、雨なので鉄砲が使えません。やりたい。前へ。こっちはこれ。始めるぞ。ゲチオ。くらえ。あー、ウズメビ。嘘をかからない。なぜだ。なぜ、ウズメビの位置が分かっている。覚悟せ。やりたい。難しい戦いですね。ああもうおとりがやりたい。よし、もういいだろ。こっちご命令ください。始めよ。はい、なんかなご命令ください。ゲッチこっちこ滝の目線にかかってほしいな。攻め込め。かかれ。で、強撃入ってるけど、ご命令ください。こっちこっち始めよ。覚悟しろ。ゲッチこい。ゲッチ。さあ全員に向かうぞ。はい。ええ、鉄砲。覚悟しろ。やりたい。前へ。さあ、どうだ、どうだ。いける？滝の目線。いや、ここはもう皆さん、魚でだ。この手でいただくとしよう。さあ、かごうぞ。前へ。やられたか。強い。ご命令ください。ご命令ください。やりたい。前へ。滝の目線。やりたい。前へ。もう行くしかない。はい。我らが一軍。見せてくれようぞ。やりたい。前へ。いける。はい、始めるぞ。さあ、おいおい。やりたい。もう他の敵は強くないんだけどな。覚悟しろ。で、こう渦にかかるか。やりたい。前。で、他の部隊はどんな感じ。やりたい。で、こう鉄砲。で、渦にかかった。やりたい。鉄砲、はい。前へ。ゲチ。で、鉄砲。始めるぞ。さあ、近いです。始めるぞ。やりたい。リーゼン。さあ、防御防御。僕の手じゃ。はい、見せてやるんだよ。ゲッチゲッポ始めるぞ。バカな。我がふーつえお見せしよう。強い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 。負けんな負けんな。覚悟しろ。やりたい。来た前始めるぞ。下がれ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 。滝の目線で来い。やりたい。オッケーオッケーオッケー。前将軍は削ってるよ。さあどうだどうだ。間に合い間に合い。あーで敵倒したか。はい、ナイス。オッケー。いやー強いな。いやー結構手強かったな。やっぱ国衆将兵がねすごいのよ。我らが力侮ったようだな。てか向こうの方が被害でかいか。さあどうでしょう。まあ私たちが勝ったわけだからね。はい。で二条ゴースト取れる。で岡山城落としたナイス。いいよ。で今度は天神山で白髪家を潰していきたいですね。さあで二条城到着。二条城は戦力不足。はい、じゃあじゃあ騎乗なさって。はい。で誰か迎えないかな。5100。じゃあこっち。はい、進め。さあ行くぞ。表情。さあ表情でございます。行きましょう。策がございます。で新しい方策ってやめっちゃあるね。すげえ。まずはそうやな。まずは波状土地取りたいな。で、提案商業、商も取りたいんで、まあ、論議と商業でいいか。はい。で、ピカーなし。ヒサヒで、長吉からの元地が。長吉いいね。表情を終える。で、ここはっすよ。じゃあ、波状土地取ります。で、こっちは、あとは、まあ、こんなもんか。
商業系ちょっと取っときたいな。あとじゃあ鉱山徴収、いや待て、証券支援、はい、よしこれでいい。刀剣使いたいという浪人が名乗りを上げております。はい、なるほど。はい、ようこそ。片付けない。さあ今月中に何個か勢力を落とせるような気がします。行きましょう。どうだ。で毛利元就がはかりごと大きは勝ち。これは怖い。もうそういう季節か、うん、はい、中津城到着。中津城は強行重力が早い。でここは天神山城。天神山城も強行23日。はい、さあさあさあ急げー。で長尾家と婚姻締結完了、よろしくお願いします。よし、何で牧島到着。牧島は方位63日。ちなみに村上包囲網が始まってまだ2ヶ月。まだ2ヶ月ですか。さあで中津城落とした。ということは、はい、我が敵ではない、はい、行ってみなさい。1562年1月、大内家は野島村上家によってほぼされました。最後はあっけなかったね。よーし、なるほどなるほど。おー、はい、ようこそ。じゃあはい、あなたは騎乗ね、お疲れ様。でこっから九州へ上陸するっていうのもありですね。まあ流動寺家、島津家も落としたいところ。行きましょう。大友家どうしようかな。でここ四季名里もじゃあ取りません。オーケー。さあ小山ごぼう落とすんだ。小山ごぼうはいやー結構かかるな。おい、124日。さあ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 。で天神山城にこもってた敵兵を一掃した。ナイス。ということは1562年1月浦上家は野島村上家によって滅ぼされました。やったー。オッケー。いや強いな、やっぱり宇喜多直家がねもうピカイチやな。で他の方もね強い方多いわ。おお、はい、ようこそ。で武吉はね、武吉氏はね、じゃあまあ騎乗させましょうか。はい、お疲れ様。でこちら来ました。当家に従属している一色家ですが、家臣として取り込んではいかが。いいですね、やったー。で5人、はい、うちに入りました。オーケー。あーで天子家もうちに来るんだ。ナイス、いいよ、ようこそ。この義久、今後は家臣として武吉様の天下統一のために働かせていただく存じます。うん、これからもよろしくな。で、はいはいはい。で、鹿之助いるかな。鹿之助、あー、いる。あー、鹿之助は18歳か。うん、今後ともよろしくね。よーし、行きましょう。すげえ、めっちゃ勢力でかくなった。さすがにこれ、国力第1位だろ。見てみましょうか。野島村上家、現在、勢力は第1位でございます。パチパチ、すげえ。まあ、2位は、まあ北条氏康だよね。3位が確かね武田家。あー武田家4位か。3位は誰だ。南部家か。あ、南部家か、なるほどね。おー、さあ包囲網に参加してた勢力ももうだいぶ少なくなってきたね。行きましょう。後悔させてやるって言っただろうが。四季名里と我らの勝ちはありません。じゃあ四季は取れません。おーし、オーケー。さあでこっから二条御所へ。さあ突っ込め。はい、二条御所到着。二条御所は強行28日。はい、さあそして次はどこが落ちる。あー、ここだ。最下城の本丸を落としたぞ。了解。でこれで1562年2月続きは野島村上家によって滅ぼされました。パチパチ。で、捕獲したのは、いやー、すげーメンツだな。孫一、そして佐田優ね。はい、ようこそ。で、久秀は騎乗、お疲れ。だいぶ広くなったな。はい。まあ、国力第1位ですから。で、長尾家と武田家が戦いあった。これは、武田家勝ったか。私たちも助力したいとこっすね。本願寺攻め、そして足利攻め、あとどんぐらいかかるかな。
包囲網に参加した勢力は残り2つ。いくぞ。仏罰。あー、待ちか。クソ、やられた。一向行きです。で、陶器が対面の対象となってです。クソ、本願寺賢女の最後っぺだ。いやー、痛い。痛いよ。で、これで、あー、田畑がもう被害を受けておる。クソ、これだからね、本願寺攻めるのは嫌なんですよ。で、二条御所落とした。オーケー、オーケーオーケー。で、総武地令はまだ出せないか。じゃあ、石川一政は騎乗。あとどんぐらいだろう。で、負け島城も落とした。オーケー、将軍家が潰れた。はい、1562年3月、足利家は野島村上家によって滅ぼされました。足利幕府が倒壊した瞬間でございます。さあ、捕獲したのは、おー、あー、細川藤坂いるか。うん、で、足利義輝ね。なるほど、なるほど。よーし、よしよし。じゃあ、将軍をこぎ使ってやろう。はい、ようこそ。で、元近は騎乗、お疲れ。さあ、で、残るは本願寺家だね。風林火山。お、あーっと、風林火山。はい。わあ、攻めてくるかと思った。待って、この村上武吉、これより征夷大将軍を名乗る。異を唱える者には刃を持ってお答えしよう。海賊から征夷大将軍へ成り上がりました。すげえ男だ、お前は。表情を、はい、表情でございます。かような策はいかがでしょう。新しい補策はこちらです。結構あるな。そうやな。あ、これ有機指針ハットあるか。なので、じゃあ引き続き商業トロンギ、はい、でピッカー、長吉、そして久秀から、のじゃあ元近で、はい、表情を終える。で、そうやな。提案強化賞取れるのか。いや、ここは有機指針ハットを先に取ろう。で、あと古今伝授、いや、これはちょっと後にしよう。あとはまあ、公安聴取取っておこうか。はい、オッケー。ゲチよ。さあ、さらにこちら、陶器に従属している旗の家ですが、家臣として取り込んではいかがですか。いいですね、家臣フィーバー来てる。で、老骨に鞭打って竹吉様の転換のために働く所存です。うわー、頑張って。よろしくね。なるほど、なるほど。はーい、ようこそ。で、あ、大証券形成でございます。パチパチ。これでさらに金銭収入が増えると。さあ、もうすぐで本願寺家落ちるでしょう。で、さらに大証券形成でございます。さあ、どんどん結んでっちゃってください。で、他の家が入り込めないようにしといてね。で、大友宗麟と同盟延長完了。使いの者が来たようです。で、本願寺家より交渉の申し出、何ですか。真珠無条件で怖いよ。あんなに一個一個仕掛けておいてこれかい。ダメ。ダメ。さあ、で、親箱も落ちました。さあ、ということで、1562年5月、本願寺家は野島村上家によって滅ぼされました。やったー。村上包囲網撃破。さあ、素晴らしいですね。まあ、賢女は、まあ、二十歳か。まあ、若気の痛みだったんだろうな。まあ、許してやるよ。で、ライデン、お前も26歳か。まあ、若気の至りということで許してやろうか。なるほど、なるほど。はい、ようこそ。さあ、ということで、村上包囲網に参加した勢力は全員、跡形もなくね、亡くなってしまいましたということで、今回はここでしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。